はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルカセガワです。スターウォーズバトルフロント2やっていきたいと思います。今回は初心者おすすめのモード、フェイクミッションですね。プレイヤー4人でできるミッションで、敵は全部 AI です。なので、敵も倒しやすいですし、武器の、レベルも上げやすいのでかなりおすすめです。で、今回は A と B の地点を抑えろということなので行きたいんですけど、ちょっと敵が多いんでまずはお掃除して、この A の囲いの中、 A と B のどっちかの囲いにずっといて制圧していくというミッションですね。うん、でこれね、相手 AI だからそんな難しくないとは言ってるんですけど、フェーズ3めっちゃむずいです。これフェーズ3以外もむずいと思う。本当に舐めると負けます。ガチでいかないと勝てない。なのでちょっと頑張りましょう。ちょっとテクニック的な話をすると、今ちょくちょくやってるんですけど、十字キー下で体の向きを変えられます。こんな感じでスッスッと、何が大事かっていうと、こういった障害物からスッと体だけ出して撃つことができるんですね。これが逆だったらこうなっちゃう。全部撃つとしたらもう体全部出さないといけない。でも十字キー下でやれば体だけ出して撃てる。障害物の向きによって体の向きも変えるという感じですね。で、十字キー下長押しで FPS して、 DPS 苦手だけど FPS 習って人はこっちが押す。回避しても全然前向いてるんで安心してください。はい、でもう一回下戻すと戻ります。ほい、うん、でヒーロー4000ポイントで使えて2人使えます。なので、4人中半分はヒーロー使えるんで、ギャラクティックアサルトとかだと20人ぐらいで取り合いになるから、基本上手い人しか使えないじゃんってなると思うんで、なのでコープがおすすめなんですね。で、ヒーローってそのヒーローを使って使い続けてレベルが上がるんですよ。こういった兵士の経験値をそのヒーローに割り当てるとかできないです。なんです、例えばアナキンだったら、アナキンのレベル上げたいんだったらアナキンを使わなきゃダメ。むずいよね。前は違ったんだけど、あるいつだろう、いつだかかのアップデートでそうなり始めた、ね、なので本当取り合いなんですよね。特に新ヒーローが出たての時とかは全然レベル上げられなかったです。よいしょ。さあフェーズ2、ちょうどいいしヒーローになるか。さあヒーロー、ダースモール、ドゥーク伯爵、グリーバス将軍とボスクと、まずはダースモールでいこうかな。よし行こう。ライトセーバー持ちのヒーローはガードできます。 L2 でガードで丸で回避ね。で、跳ね返せるんですよね、この弾を。これで相手の弾を跳ね返して相手にこうつけるってこともできるんですが、ただスタミナを消費します。この下に青いゲージがあると思いますが、これが赤になると回復できなくなる。さあ HP がえぐい、すぐなくなるな。ほい、よいしょ、 OK。 いやー、ヒーローだからってね、調子こくと、多分使ったら分かると思いますけど、一瞬で死にます。しっかり状況を見て引く、進めすぎないことが大事。特にこれ AI なんで、エイムがえぐいんで外してくるってことはあんまりないので、しっかりね、しっ
しっかりしっかり引く。よいしょ。逃げろ。おい。よいしょ。お、今の倒せない。やばいと思ったらすぐ引く。繰り返し。これギャラクティックアサルトでも一緒。意味のない挑戦。で、ヒーロー。それは。ヒーローに対してどうすればいいのかなっていう人も多いますけど、基本タンクとか、タンクに対してはマジでどうしようもできないんで、このライトセーバー持ちって。なのでタンクを出すとか、飛行機で上から撃つとかのがいいかな。あとヘビーだったら、チャージドセントリーって武器だったらガード貫通する攻撃なんで、それで後ろから一気に狙いますっていう感じかな。さあ B を取んなきゃいけないんですが、全然取れないな。おっと、はい、よし。さあこれガンガン攻めてってもいいんですけど、そうするとゲージが進まないんですよね。狙い強い。4人しかいないから、ヒーロー2人が前に出ると兵隊2人が守んなきゃいけないって感じなんですが、なかなか意思疎通取れないんだよこれ。おっと、これね、タンク、タンクに攻撃されるともう一気に HP 減ってくるんで、ほいほらね。でタンクの狙いの速さもえぐいんで、ちょっとポープは誰か一人はタンクを壊すっていう意識も持たないと。賞金稼ぎを呼んだのはお前か。さあ続いてモスク。モスクはシューティング系、こういうためショットで一発、決勝一発かなで倒せると。よしよしよし、ちょっとやばいな、あと1分しかない。モスクよいしょ。で地雷を受けます。どこも危ないぜ。であと毒ガス、よいしょ。まずい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 。ほい。であとこのグレネードランチャーをアホみたいに打ちまくれるというモードにもなれる。よし。でボスクは敵倒しても唯一回復しないヒーローです。ただほっとけば勝手に全回復します。狩りを楽しむことに。他のヒーローとかヴィランは、まあ、ある程度ダメージ削れると回復量が下がっていってしまうんですけど、全回復できなくなるんですけど、モスクだけはなほっとけば全回復。完璧だ。なのでしっかり引くことが大事。まあ、こういう遠距離射撃が得意な人はかなりボスクうまく使えると思います。よし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 、まあ、とりあえず少しは先に進めたな。どこから撃ってる？あれか。 OK。 さあ次 A と B を抑えろ。いやいけるかなこれ、本当に難しいから本当にむずいのよ。タンクがまず強すぎる。ブラスターの匂いがすると AI の反応速度がえぐい。ほい。壊せるか。でタンクは背面が弱点です。あのお尻の穴みたいなところ、あれが弱点。あれを打ちまくれば壊せる。壊せるがまず死ぬ。よし、つか早くあれを狙わないと。よし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 、オッケー、毒ガスが効いてる。ちょっと待って、変なとこに湧くな。ほい。死ぬ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 。ドゥークが死んだ。オッケーオッケーオッケー、全回復全回復残り2分、こう取らなきゃいけないんですが、ほい。まあ、ここはさすがに、
AI、まあ、普通のギャラクティックアサルトの方がむずいかな。まあ、こうやって狭い通路にこもれるん でタンクも入ってこれないし、ここで壊したいな、あれ、まあ、壊したところですぐ出てくるんですけど、で今ちょっと見せたんですけど、オーバーヒートした時に黄色い場所で、よいしょ、 OK、 これだ、でも OK、 一瞬です、地雷が地雷にかかりましたね。 OK、 よだしすそう、撃ってるとこうやって白いのが出ててオーバーヒートで、黄色いところで R2 を押すとしばらくの間無限で撃ち続けられるっていう。ほい、よいしょ、ガス出しといって、さあ地雷、こういうこもるとねマジで強いんで、ボスクはよし、 OK、 さあどこかな、いるね、すごいでしょ、でもあそこで俺のこと認識してんだから、さすが AI ですよ。こいつ耐えてみろよ、まずい、さあこっち来い、あれヒーローがいなくなっている、まずいまずいまずい、ガクンとダメてる、こい、手段は選ばない、 OK、 よしよしよし、避ける、あれ、うわ負けてる。キャッシークの制圧に失敗しただと、私の計画に間違いはない、お前たちというような感じで激ムズいです、コープミッション。さあ行きましょう。いやムズいね、気づくと気づくと負けてる。さあ今四角ボタンがあったんですけど、あそこを攻めようみたいなのができるんですよね、確か。よし、とりあえずみんな B 狙ってきてるんで B を取りましょう。よし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 、で撃たれた方向をすぐに向く、で撃たれたからすぐパッと、うん、で一気に大掃除していく。よしで、近くにいるからこれもう拠点取ってんのかなと思ったりするんですけど、ちゃんとこの確保中っていうのが出ないと確保できてないんで、しっかり見た方がいい。さっき俺は見れてなかった、敵ヒーローが来てもうアップアップしちゃってた。よいしょ、ちょっと出すぎてる、隠れよう、しゃがんで隠れる、よし、 HP が回復しない数よ多すぎ、初心者にこの数さばけんのかって話ですよねよし、まあみんなで B 攻めてるから敵も B に集まってきちゃってるんだろうね。でこういったグレネードって味方に当たると味方で跳ね返っちゃったりします、味方の背中にこうポンポーンって跳ね返ったりするんで、なかなか難しいんですね。一旦中入る前に全部そこ掃除した方がいいな。よしよしよし、 OK、 お掃除 OK、 これで入れるか、多すぎるな、オッケーオッケー、よしこれで入れると思ったけどまだ全然いるわ、オッケーオッケー、よしオッケー、あらかた片付いたか、オッケーオッケー、きつすぎない本当に、セントリーで一気に HP を回復する。セントリーモードになると確か
そう、自分のライフが自動回復し始めるんで、やばいと思ったらセントリーにするのもある。まあもちろん安全なところでね。よし、まあこのゲーム大体危ねえと思った時にはもう死んでるのが大体なんですけど、よし、目標確保。オッケー。王者が戦場に現れた。反乱軍ともども。よし、そしたらちょっとヒーローになろうかな。この辺倒したと。よしよしよし。回避はしない。回復機はリスポーンでだ。ヘイ、よし。最高。次のヒーローはじゃあボバフェットでいきますか。いいよ。ボバフェットは飛んで上から敵の視界外から攻撃することができると。でこの L1R1 のハンターセンスで敵をマップ上に表示して可視化もできる。ほい、あとリストロケット。ただガソリン尽きると怒っちゃう。ガソリン尽きると怒っちゃうのと、あと中爆下のゴーショットみたいな爆発付きの攻撃食らうと怒っちゃいます。結構ね弱点が多いんですけど、まああとエイムができないかな。こうやって銃口を覗いて狙うってことはできないです。 L2 が基本このお空からの攻撃なので、まあ、こうやって超遠距離から撃つのも強い。みんなは B 狙ってるんで B 行きましょう。OK。 じゃあここで一気にロケットを撃つ。ナイス。一応空でも確保中になるんだ。 OKOK。 さあで L1 のコンカッションロケット、これ当たると目の前がぼやーってぼやけるんで、ほい、敵がうーってなるんですよね。オッケーオッケー。でライトセーバー持ちとかにも結構効くかな。追撃ができなくなる。よし行こう。ここら辺のやつを一気に私が、あーっと、そうそう、今の中爆か空気のあれで吹っ飛ばされた。よし、今回はマジで勝ちたい、勝ちたいです。勝たせてください、私に。ほい、オッケー。敵をかく乱。よし、オッケー。次の目標。いやー大変。さあ敵をカンパし、もらったで、敵をこうカンパしてる間は弾も無限になります。ずーっと撃ってられる。やべ、容体で終わりだ。よし、まずい。てちゃん逃がさない。ほい、すぐ逃げる。撃たれたらすぐ逃げる。容体を倒さんと。ほい、よし、オッケー。そっち後ろから撃ってくれ。野蛮だぞ。どうしたよ。し、近代兵器で倒す。楽な相手だ。まずまず爆発する。 OK。 次は B。 OK。 OK。 AI は本当に認識速度が速いからさ、敵の裏とか書けないんだよね。よいしょ、ちょっと前を掃除してみよう。死ぬ。一旦回復。証拠スキャンパル。よしダブルシールド早っ。当てた、った。オッケー。まずい。オッケー、誰か B 来てくれ。隠れても無駄だ。よいしょ倒して HP 回復したい。よし、オッケ
ってないのか。よし、これで入った。うん、みんなもうちょい前だ。さあ、ギャングして、向こうから来てる。いたたたた、よしよし、オッケー。で、アシストだと HP 回復しないし、ちゃんとキルしないと、キル判定にならないとダメなので、まあもしね、ヒーローが HP ギリギリのヒーローが味方だね、敵倒そうとしてたら、あのキルは取らないであげるとヒーローの命も伸びます。自分がヒーロー使いたくて、こいつ早く死なないかなと思ってたら別に、そしたらもうガンガン奪っちゃった方がいい。よし、オッケー。さあ、ロケット撃つ。グレーシャープショット。さあ、じゃあ続いてパラパティン行程を、よし行こう。パルパティーンは、L2 で左手からビーム、右手で、こっちから電撃で、 L2R に同調して両手、基本両手ですもちろんで、 L1R1 でこう近くにいる人にね、持続的なダメージを与えるダークオーラという技があります。 OK、 OK、 目標達成。 OK、よし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 。で、L1 でこの兵士が固まってたりすると連鎖していくチェインライトニングっていうのが打てます。これがめっちゃ強いですね。よし、でダークオーラしながら気に、いや動けない動けない、よし、今のね、まあ、見えなかったと思うけど、オッケー。で R1 で相手の動きを一定時間止めるライトニングショット。さあ、ここでチェインライトニング、うまくいくともうすごい勢いで敵が死んでいくんで、チェインライトニングめっちゃ強いんですよ。敵はまだ余力を残しておる。さあ、ダークオーラ、よいしょよいしょ。さあ、チェインライトに、オッケー、気持ちいいでしょただただ歩いてるだけで見てました。あ、これ死ぬ、死なない、あぶねー、はい、うー。そう、ジャンプするとこう冬ふわーっていくんで狙いやすいんですよね、正直。よいしょ、いてて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 、回復したい、命が欲しい。よしよし、とりあえず第一ウェーブは乗り切ったな。来るぞ、構えろ、笛の音がする。こっちから来るんじゃないこれ、来た、ほい、OK、よいしょ、動きを止めておく。ダークオーラ、よしよしよし、イエーイ。じゃあ最後はダースベイザーで終わらせますか。あと3分でしょ、これはいける、これはいける。ダースベイザーはライトニング、ライトニングじゃなくてライトセーバースロー投げられると、あとフォーカスドレイジ、一定時間体力上げて耐久度を上げながらタンクみたいな感じで突っ込める。 HP1000 超えますから、痛い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 。であとフォースチョークね、はい、グッと一気に持ち上げてぶった切っていける。よしよしよし、すごいです。ダースベッド強いです。ただこのライトセーバースローが弱体化したんですよね。あ、分かった、負けたんかと思ったさあ、ということで今回はコープミッション、
こんな感じで、ヒーローをねガスガス使えるので、ぜひとも皆さん使ってみてください。では次回もお楽しみに。チャンネル登録またの方はぜひともお願いいたします。ではまた。